茨城インターチェンジは、大阪府茨城市の名神高速道路上にある、インターチェンジである。茨城市の最寄りとなる。大都市圏に位置しながら、茨城 IC と京都南 IC までは、約 20km 離れており、途中に IC がなかったところ、2003年12月24日、その中間に大山崎インターチェンジが供用され、その後さらに本 IC と同 IC との間に、 高槻 JCTIC が設置され現在に至っている。2013年6月までは、西日本高速道路関西支社茨城管理事務所が併設されていた。料金所からの流出の際、大阪府道14号大阪高槻京都線の渋滞により、出口が完全に塞がってしまうことがある。この部分では、 国道171号の美濃方面からインターチェンジに入ろうとする車両と京都方面へ出ようとする車両が交差する折り込み交通も生じている大阪府道14号大阪高槻京都線の渋滞時はこの渋滞の列を横切って合流することになり接触事故が多発している料金所内の短絡路に設けられている大阪発着の東日本各地域などが停車する 繁忙期は、名神高速道路が渋滞し、大幅な遅れ運行になるので通過する路線がある。東日本方面。ありがとうございます。